エーベルハルト・ウェヒターは、オーストリアのバスバリトン歌手、ウィーン出身。1947年から、ウィーン音楽院で、ピアノと音楽理論を学んだが、1950年から、エリザベート・ラドーに声楽を指示。1953年にウィーン・フォルクス・オーパーで、ルッチェーロ・レオン・カバドの同化師の上演に、シルビオ役として参加して、初舞台を踏んだ。その翌年から、 ウィーン国立歌劇場に所属し、1956年には、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、フィガロの結婚のアルマビーバ伯爵役で、ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場、イドメネオのアルバーチェ役で、ザルツブルク音楽祭のそれぞれに初出演を果たした。1958年には、バイロイト音楽祭に、リヒャルト・バーグナーの、パルシファルのアム・フォルタス役を歌って初参加。 1959年には、タンホイザーのボルフラム役で、パリオペラザ。1960年に、フィガロの結婚のアルマビーバ伯爵で、スカラザや、シカゴリリック歌劇場のそれぞれに初出演を果たした。1963年には、オーストリア政府から、宮廷歌手の称号を贈られた。1987年から、ウィーン・フォルクス・オーパーのディレクターとなる。 1991年からウィーン国立歌劇場の共同ディレクターに転任した。ウィーンにて心臓発作のために救世。エーベルハルト・ベヒター。2019年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月2日閲覧。エバーハート・ウェクター。2019年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月2日閲覧。 エーベルハルトウェヒターディスコングス、ありがとうございます。